弁当弁の方の調子はいかがですか？弁当弁はやはりどうしても飽きません。エアーの圧はあるあの欧米についてはエアーの圧は完璧にあるんですが、でどうしても開かない状態です。小弁の方は、どちらが問題なく、あの小弁の方はボンベではなくて IA の圧力なんで、この圧力がよく分かりません。でこちらもやはり開きません。開けるとすると、もう一つだけトライするとすると、トライアルの弁当のラインを開けるっていう可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご意見いただきたいと思います。いや開けんじゃないのそんなもん。今開けた方がいい？大きいのは確かだけれども、安全屋の意見を聞きたいと思います。いいですか？あのドライウェル弁当は、まあ、すでに余震損傷の可能性があるのでちょっと危険だと思うんですけれども、圧力を下げるのはあの確実にいい方向だと思います。かつ現在風が西から吹いてて海向きだというふうに聞いてますので、今弁当できるならばした方がいいと思います。その風向きについてはちゃんと確認しないとだろうでは絶対ダメ。